今の点数だったら、これは85点くらい。これね、モーさんの発音。85点。ありがとうございます。うん。まあ他の発音。だんだん進歩して。そう、だんだんね、進歩して、毎日少しずつ進歩して、いつか100点になりますよ、ということね。これ。はい、ありがとう。うん、でもやっぱり名前の呼び方ね、これが難しいみたい。たまにアメリカ人になる。カズヒロさん、カズヒロさん。カズヒロさん。カズヒロさん。そうそう。ね。まあ、同じ名前なんだけどね。発音の違いがあるから。これは難しい。日本人は、カズヒロさん。アメリカ人が、カズヒロさん。こんな感じ。たまに、モーさんがアメリカ人で僕の名前を呼ぶ。カズヒロさんは、って。うん、カズヒロさんは、うん。難しい。わかりました。うん。でも大丈夫。他は全然上手だよ。声も可愛いし。僕はモーさんの声は大好きです。可愛い。うん、本当にありがとう。うん。で、モーさんが僕に紹介して、したいって言ってた友達は、日本語はそんなに上手じゃないと思うけど、彼女はどんな人なの？性格とかはどんな人ですか？この友達。性格は明るい。お、明るい女の子。うん、はい。私は、記憶番号を教えて。はい、いいよ、書いてください。先日、私は彼女に僕のことを話しましたか？彼女は本当に嬉しい。おう、日本人を紹介してくれて嬉しいと言いました。はい。それは嬉しいですね。で、例えば、どんな風に和弘さんのことを紹介したの？モーさんは僕のことを彼女にどんな風に紹介しました？一般的には私の、友達だけ。友達です。なるほど。はい。いいことね。年齢は同じ？クラスメートと言ってたから、モーさんと。私の年齢同じです。同じか。これね。じゃあちょっと彼女の休憩を送ってみましょう。チンさんだけ。チンさん。チンさんはもう中国でたくさんいる名前ですね。はいはい。チンコーレ。チンコーレ。彼女、はい。いいよ。じゃあちょっと。彼女の名前。中国語の漢字でいいよ。書いてみて。チンコーレ。大体中国人はレイ。うん、一番最後の。チンレイコー。チンレイコー。どっち？チンコーレか。チンレイコーです。私は間違った。はいはい。順番間違っただけね。チンレイコー。チンレイコー。あ、レイコーさん。浙江省金華市って書いてある。金華市っていうのは、上海から行ける、あの、駅の名前で見たことがある。金華市。はい。うん、はいはい。なるほど。このね、浙江省の金華ってところに書いてある。はい。22歳。うん、私は、彼女を先日の、交流した後、私は、カズヒロさんがいいことです。彼はいい人ですよ、って紹介。毎日、日本語は交流、と私は交流した。それで彼女にも仲のいい友達だから、チンさん、チン、レイコーにも紹介したいと思いました、ということね。はい。いいことですね。はい、で、僕はちゃんとモーさんから紹介されましたよと彼女にじゃあ送りましょう。今、陳麗子の QQ 見ると彼女はなんかこんな風に書いてある中国語で。彼女は9月28日が誕生日の人かな？こう書いてある。はい。9月28日。ああ。昨日、到9点半。うん。でも、これ、陳麗子に送ろうとしたら、なんか問題に答えないと送ることできませんって言われてる。こんな風に来てる。
相手の設置により一つの認証問題を回答することが、お前は誰って書いてるけど、なんて書けばいいの？お前は誰って、私、陳さん知らないけど、これ、どんな答えを？私は、彼女と交流した。はい。今。じゃあ僕の救急を彼女が送ったらいいと思う。和弘さんの救急ね。ちょっと待って。和弘さんの救急ね。救急。ちょっと待って。書いています。私は、話して。その方がね、簡単だと思うかな。はい。じゃあ彼女に僕の救急番号を教えてあげてください。で、送ってくださいって伝えて。名前は和弘さんですって。陳麗子。なるほど。確かに名前のとこに、うん、ひらがなで麗子って書いてある。陳高麗、陳麗子。どっちも発音は似てるからね。順番が違うだけ。陳麗子。そう、私の順番が間違った。うん。まあでも、中国には陳高麗ってね、名前の人もいるかもしれない。ね。うん、探せば。うん、はい。陳麗子さん。私の陳高麗さん。妹は陳高麗です。あ、本当？陳高麗って言うんだ。本当です。へえ、じゃあ同じ名前だ。はい、はい、私は今、陳麗子さんは交流して、うん。いいですね。うん、電話。まあ最初は誰でもね、日本語は下手っていうのはあるから、理解です。大丈夫。和弘さんは優しい人ですよ。緊張しなくていいですよ。恥ずかしくないですよって伝えたらいい。はい。うん。まあ、ゆっくりでいいです。すぐにね、この陳さんから連絡なくても大丈夫。安心してください。はい、後で連絡。うん。はい、広東省はどうですか？最近は寒くないですか？だが、去年と比べると、去年に比べてちょっと寒いです。なるほどね。日本もまだまだちょっと寒い感じがしてる。もうすぐ桜の花、綺麗な桜が咲きますけど、ちょっとまだまだ日本も今年は冬です。そんなに春じゃないみたいな感じ。まだ寒い感じしてる。はい。今日は私のインターネットで、日本の天気は調べて、あ、見ました。東京はちょっと寒い。寒いですね。そうですね。冬は、今は冬です、うん。春はじゃない。そうそう。もう季節はね、3月ですから、春なんですけど、まだまだちょっと寒いから冬みたいな感じです。はい。今は、日本では桜がありますか？まだない。やはり3月の終わりくらい、3月の25日くらい、それくらいから桜が見れるようになると思います。和弘